はい、どうも。今日はこれ紹介します。ジーニーのねフルハイビジョンビデオカメラですね。フル HD、 これ紹介します。これね、まあ、最近買ったんじゃないんですけど、2年前ぐらいに買って、まあ、買って失敗したなって思った、まあ、カメラなんですよ。っていうかまあ失敗しました。うん。でまあ値段もね、まあ、1万切るぐらいかな。すごい安かったんで、まあ、安けりゃいいやって思ったんですけど、まあ、それダメでしたね。うん。まあ撮る分はまあいいんですけど、機能っていうかそのスペックがダメですね。まずズームがデジタルズーム4倍しかできないし、だからズームしたとしても、まあ、遠くまでズームできないし、ズームしたとしても画質が荒れてしまうっていうのがまず1点で、もう1点としてマイクがしょぼい。だから撮ってもしょぼいんですよ。開けてみますね。まあ、こんな感じで、これは付属アプリケーションソフトウェアですね。これがまあですね、ビデオのケーブルですね、つなぐやつで、これなんだろう、これがビデオカメラ入れですね、うん、でこれですね。まあ何回か使ったんですけどね、剥がしてみます。まあ、ジーニーですからね、ちょっとやっぱり他のソニーとかそういったのに比べたらちょっとね、まあ皆さんがね使ってる中でちょっと使ってたらちょっと恥ずかしいということで、ちょっとまあテープ貼ってたんですけど、うん、まず軽いんですよ。なんかスカスカ、なんかあるじゃないですか、おもちゃのこの辺の操作は、まあまあ、特に問題ないんですけど、やっぱ使っていたら問題ありますね。で、こうやって、こう、動かせないですか、こうやって。動きがカクカクなんですよ。昔、ガラケーのカメラがあったじゃないですか。あれで写真撮るときってちょっとこう、カクカクなったでしょ。まあ、あの感じですよ。あれ、これ取れないかな？カードがないから取れないのか。あ、カードがいるんだ。SD カードがないとできませんね。振ったらさ、なんか、音がするんだよね。SD カード。持ってきました。ちょっと入れてみましょう。まあ、SD カードがないと取れませんね。だ本体メモリーには入らないってことになりますね。取れないってことは。SD カードがあってようやく録画できるって感じです。じゃあ取ってみますね。これですよ。滑らかさがないでしょ。普通ビデオカメラってさ、こうすごい滑らかに動くんだけど、これがないんだよね。ズームです。
再生してみましょう。音がね、こもってるんですよ。これが多分マイクの正論なんですけど、うん、まあ本当安物だなって感じしますね。安物にしてもね、もうちょっと、うん、スマホ以上にして欲しかったですね。これじゃスマホ以下ですよ。動きがないとちょっとわかんないかな。ちょっとわかんないと思うんですけど、この状態でズームすると、分かりづらいな。まああれですね、やっぱり本当安物ですね。あのこれね、まあ言わしてもらうと、画質はね問題ないんですよ。で、音声、まあ、声とか録音するのはマイクダメですね。で、あとズームもダメで、あの明るさっていうか、明るいところと暗いところに行くじゃないですか。で、暗いところに行ったらダメですね。明るいところはまだね、動きがまあ普通なんですけど、暗いとこに行っちゃうと、ものすごい動きが遅くなる。そこぐらいですかね。で、やっぱりこうメーカーがちょっとジーニーっていう、ちょっと、うん、どこみたいな感じのメーカーなんで、やっぱりこう、皆さん、みんなこう、カメラマンがいっぱい集結してる中で使ってたらちょっと恥ずかしいっていうのはありますね。うん。ね、うん。どこそのメーカーみたいな話になって、うん、それぐらいですかね。まあそれがあって、まあ僕はねちょっとこのカメラ使うのやめたんですけど、まあ何でもそうですよね。カメラもそうだけど、安ければいいってもんでもないって感じですよね。まあ、高ければええってもんでもないかもしれないけど、やっぱりね、メーカーの信用度とかそういうの大事かなと思いますね。まあ、レビューとか。でもこれネットで買ったんですけど、レビューとかそんな悪くなかったんですけどね。でもなんか、実際使ってみると、ダメですね。あと、使う用途にもよるかもしれませんね。まあ、ちょっとこう、ね、ホームビデオとかなんかちょっとしたので撮るんやったらいいかもしれないけど、なんか、このビデオを使ってなんか作品作るとか、そういう、長時間撮ったりするときとか、やっぱちょっと向いてないですね。うん。ということで、中身がスカスカな、ジーニーのカメラのレビューでした。